3月8日、台湾新教会文教基金会の陳金植副執行長らが愛媛県庁を訪れ、中村知事を表敬訪問しました。陳副執行長は、この愛媛の訪問の中で、地方創生のために産業の面や自転車観光など様々な面において、非常に大きな取り組みをしていることを知った。日本も台湾も同じように少子高齢化の問題に向き合っている。この面についても振興につなげていくことができればと述べました。これに対して中村知事は、今年も台湾に伺い、今まで十数年培ってきた交流のチャンネルを通じて今後の展開についていろいろな話し合いをさせていただいた。少子高齢化と移住の問題は同じテーマだと思うので、こちらがやっていない取り組みで気がついたことがあればアドバイスをいただけたらと述べました。